農作業の様子を演じて今年の豊作を願う神事が佐渡市で行われました。佐渡市下川も集落の神社で行われたお田植え神事、田んぼを耕したり苗を植えたりと農作業の様子を神前で行うことでその年の豊作を願うものです。400年ほどの歴史があり、県の無形民俗文化財にも指定されています。神事は宮方と呼ばれる7人が拝殿の板の間を田んぼに見立てて田植えの様子を古式ゆかしく演じます。また参加した地元の小学生は木の板を棒で叩きましたが、これは米作りを邪魔する鳥を追い払う様子を意味すると言われています。なんか地域に残っていることで、なんかそれに興味を持った人がもっと川もとかに住んでくれるのかなって思います。参加者は伝統の行事を今後も守り伝えていきたいと話していました。